あの、まあ、我々の動画で、はい、INTP の恋みたいなので、うん、あの INTP から別れ話があって、はいはい、っていうのを出したじゃないですか。出しましたね。の言うとところで、うん、今度はその INTP に告白っていうか、はい、ちょっと思いを伝えたいっていう女性からコメントをいただいたんですよね、はい、要は私は、うん、ENTP だったかな ENFP ですね、うんうんうん、ENFP の女の子が、うん、INTP に片思い中だと、うんうん、でどうしたらいいみたいなコメントをいただき、うんうん、まあちょっと僕は僕なりのやつを答えたんですけど、はいはい、まあなんか見ながらね、うん、なんかまあもしか僕今そのタイプ論をやり、うんうん、タイプ論が分かった時にその彼女がこのタイプだからってなんかそのこのタイプだとこういう言い方がいいんだろうなとかってやるかなと思ったんですよ。はいはい。で体調今、はい、あの恋に落ちて、はい、なんかタイプが分かったとして、うんうん、タイプで変えるかなと思ったんですよ。態度を口説き方、はいはいはい、そんな余裕はないですもんね。そう、そう僕ももうこの話し始めると多分もう、はい、自分で行くしかないんだろうな、自分が出る、はい、があの僕があの示したのは、うん、彼女にね、うん、要は映画に誘えと、うんうん、で映画でも、タイムループもの、はい、INTP は、うん、タイムループものが好きに決まってる、わかんないっすけどね、はい、から、うん、今ちょうど、うん、マンデー、上司に気づかせないと終われないっていう映画が、うん、はい、単館公開でやってるんですね、はい、だからそれに誘えっていうのを言ったんですけど、うん、これいいなと思ってるんですよなんでですか。まず INTP は、うん、タイムループものが好きであるっていうことと、うん、あと好きであるかどうかはあの映画が単館映画なんですね、うんうんうん、おしゃれな感じしません？要はおしゃれさも演出できるんですよ、うんうん、私は単館映画に興味を持ってるんですよっていうことで、うん、なんて言うんだろう、ちょっと格が上がりません？わかんないです。あ、で、これね、たちはね、うん、こういうのが多分何にも気にならないですもん、ね、そうなんですよね、うんうん、ってことは隊長は、もしか自分が長渕剛が好きなのであれば、うんうん、好きな女の子のとデート行くときに車で別に長渕聞く、うん、僕だったら相手が好きそうなのを聞きます、はい、映画誘うときですよ。映画誘うときとかだとハードルが一個高いんですよ。何が好きから始まりますよ。こっちが誘うときに、うん、映画に行かない、うん、映画に行きたい、一緒に行きたいっていうところから始まる、うんうん、一緒に行きたいというか多分その前に探る。だから映画に行くかどうかも分かんないですよ。ああ、なるほどね、うん、あ、じゃあ僕はね映画の、うん、要は僕が今話をしたかったのは、はいはい、はい、いや単館と、うんうん、単館じゃない映画の、うんうん、なんて言うんだろう、単館の方がちょっとおしゃれに見えるっていう気持ちは分かる。分からない。長渕と、うん、長渕を聞くのと、うん、ノラ・ジョーンズを聞く、うん、ノラ・ジョーンズの方がおしゃれだっていうのは分かります？うん、それは分かるんだ。それは分かるというか、はい、まあでも例えば、はい、女の子が長渕好きだったらそれは長渕聞きますけど聞きますよ聞きますけど、だから多分僕は先にそっちを探るかなっていう感じなんですよ。分かんない時です。まあ、当たり障りのないもの、そう、うん、その時です、うん、で当たり障りのないというか、よりなんて言うんだろう、自分が上になるように見せる、うん、そこはだから外す可能性が出てくるじゃないですか。でね、僕これを S と N だと思ってるんですよ、うん、なんとなく。どう思います？うんと、その、いや、その 空気が、はいはい、あ、ここが説明できないのが F たるゆえんなのかもしれないんですけど、はいはい、いや、なんて言うんだろう、
感覚で、うん、こっちの方が上だな、こっちの方が下だな、うんうん、上下じゃないかもしれない、要はこっちの方が僕がよく見えるっていう見せ方を、うん、なんとなく空気で分かるのが S で、うん、っていうのが N かなと思ったんですね。僕は多分、はい、探りますよって話ですよ。二等兵が言ってるのは自分をよく見せようって話じゃないですか。そうです、僕は相手の好みに合わせよう、相手の可能性を探ってる何が好きかなっていうのを。でもいちいち音楽って何が好きって聞いていちいちそれ持ってこないじゃないですか。何が好きとは聞かないですけど、はい、この曲いい曲だねとか言って言いながら、そうだねって帰ってきたらこれいけるのかなとか。要はなんていうんだろう、その全て自分にの身の回りに使えるものは、はい、いかに自分をよく見せようかじゃないですよ。使うものだと僕は思ってるんですよ。僕は自分じゃなくていかに相手を刺激するかですよくすぐるか。じゃあこの今回 INTP の、はいはい、うん、だから観察せよですよ確かに言ってた、観察せよ。僕は観察せよですよ、こうやってやれなんですよ、うんうん、でそうやってやられても僕に響くかどうか分かんないじゃないですか。うん、タイムループもの、え何それって僕なりますもんね。なったら、うん、今だったらトップガンやってるから、トップガンじゃあトップガン見ようでいいんですよ。でだと映画何が好きって聞いた方が早いじゃないですかじゃあ基本やっぱり決めといて、うん、僕の中ではね、うん、まあ男だっていうのがあるんですけど、かあとあれですよ、今人気のやつ、あれがすごくいいっていう評判らしいから今度一緒に行かない、新海守さんですか。新海守、新海誠、まあ、新海守、誠、新海誠、はい、はいですね、はい、がいいかどうかは分かんないです。スズメの戸締まりでしたっけ、はい、はい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 、そのあ今ならこれでもいいかもしれないですね。そのそう、なんか流行っててなんか評判になってるやつ、はい、まあ、トップガンでもいいんですけど、トップガンは今でもやってますよ、はい、トップガンめっちゃ人気じゃないですかみたいなとこじゃないですか。ちょっと今度一緒に行かない。でも INTP はトップガン嫌いですよ。そんなことってえ、本じゃ何が好きなのって、そしたらもうタイムループですよでタイムループできたらタイムループに行けばいいじゃないですか。あだから多分僕は合わせに行きますよ、好みを。 INTP の皆さんどっちがいいかをお聞かせ願えればと。僕はだから僕をよく見せようとかあんまり思わない。なるほど、うん、ああじゃあ、うん、なんかそのおしゃれに見せるために、うん、なんかそのなんかちょっとフランスの映画とかを見に行かない。見せるためにじゃなくて、はい、見たいから見に行くとか。だからその子が見たいかどうか。ただおしゃれでもつまんないやつとかあるじゃないですか。もう全然つまんなかったですよ、そう、大体そういうのってだからクソつまんないですよ。終わった後になんか変な空気になったりするじゃないですか。でも女の子が好きな映画だったら、だから女の子がアメリのなんとかってあったよな昔。女の子が好きならいいんですよ、女の子が好きっていうのが分かってれば。あアメリっていう映画があったんですよね昔、はいはいはい、フランスの、うん、流行ったんですよ、うんうんうん、まあ、見に行って女の子は可愛いって言うんですよ、うんうんうん、もうクソつまんねえと思いながらもよかったよねってまあその気持ちは分かります。これがこれが男ですって。その気持ちは分かりますよ。どっちがいいんでしょうね。で、まあ、こんなのを話しながらね、要は女性に合わせる、はい、合わせないみたいな話をしたじゃないですか、はいはい、そこで僕があと思ってちょうど読んでいたのがですね、うん、この、まあ、前も紹介したんですけど、邪悪なものの沈め方、はい、内田達さんなんですが、この中のところでですねちょっと、うん、読まさせてもらいますね、はい、要は内田達さんが雑誌アエラの取材で婚活について聞かれたと、うん、要はじゃあ結婚について、じゃあ婚活について聞かれたので、うん、結婚について僕の自説を述べようと、はい、内田達さんが言ったんですね、うん、要はどのような相手と結婚しても、うん、それなりに幸福になれるという適応能力は、うん、生物的に言っても、うん、社会的に言っても、うん、生き延びる上で必須の資質であると、うん、それを、寛容せねばならない、育てないといけないと、うん、要は異性が10人いたら、うん、そのうち3人とは結婚できそうと思えるのが成人の条件であり、うん、10人いたら5人とは OK、うん、というのが成熟した大人であると、うん、で10人いたら7人はいけますっていうのが達人であると、うんうん、
常々申し上げているように子供を本当に生き延びさせたいと望むなら、うん、親たちには次の能力を優先的にその子供に与えないといけないと、うん、それは何でも食える、うん、どこでも寝られる、うん、誰とでも友達になれる、うん、この最後の誰とでも友達になれるというのは、うんうん、誰とでも結婚できる、うん、とほぼ同義と解釈してよろしいと、うん、こう言うとバカバカしいと笑う人がいると、うん、まあ、それは浅はかだと、うん、よく考えてほしいと、うん、どこの世界に何でも食える人間がいるものかと、うん、世界は食えないもので満ち満ちているのであると、うんうん、何でも食える人間というのは、うん、食えるものと食えないものを直感で瞬時に判定できる人間のことであると、うん、どこでも寝られるはずもないと、うん、それはまたしかりで、うん、どこでなら寝ていいか、うん、どこでなら危険か、うん、っていうのが瞬時で直感的に分かる、うん、ということを育てるべきだと、うん、で同じように、うん、誰とでも友達になれるはずはないが、うん、その邪悪な人間と、うん、愚鈍な人間とか、そういう自分に合う人間っていうのを直感でパッと見分けてっていう能力をって書いてあってですね、僕ちょっとなんか鼻はおかしいのかもしれないんですけど、なんか誰とでも女子10人いたとするじゃないですか、なんかそれなりにやってきるよなとかって思っていてですね、これって能力高いって言えますかね。その実際にやっていけるかどうかですよね。僕も思いますけど、はいはい、うまくいかないのいっぱいあるじゃないですか。あるまあまあ僕この場でいろんな人を怒らせてますよ。はい、いろんなところで地雷踏んでます僕ここで、はい、そうなんですよね。そこなんですよ。ただなるほど。で僕は、はい、あ、これ当てはまると思ったんですよ、うん、結構高いレベルで、うん、誰とでも、うんうんうん、うまくこの子いける、うん、いけるいけるって思うんですね、うんうん、でまあこれが結構その幸せに、うん、要はあとはまあこれ前もね、うん、ちょっとお話をしたんですけど、うん、要は自分と同じ人間が周りに増えるといいよね、うんうん、と思うことが、うん、なんて言うんだろう、うんうん、幸せな世の中、うん、要は騙すこともなく、うん、テイカーばっかりじゃなく、うん、まあ、要するにそれって情けは人のためならずじゃないですけど、うんうん、ギバーの話だったんですけど、うん、要はこの誰とでも結婚できるっていうのも、うん、要はその相手が信じられないから結婚できないのではなく、うん、多分それは結婚できないって言ってるってことは、うん、多分それは自分を信じてないからだよ、うん、みたいなことが書いてあってですね、うん、多分感覚でいいと思うんですよね。感覚でいい、うん、要は僕 INTP さんに口説くときに、はい、多分なんかそのタイムループものがいいとか言いながらも、うんうん、多分これタイプじゃねえよなとかも思うんですよね。タイプはもう分かんないですよ、まあ、その恋に落ちるかどうかみたいな話。そうで、いかに落とさせるかだし、うん、その INTP のところで、うんうん、また一個なんかコメントが来ていたのは、うん、私は INTP ですと、うん、自覚でね、うん、女の子が、うん、で私が思うのは、うん、その相談してきたところは、うん、その INTP で、うん、彼女は早々に見切りをつけて別れようみたいなことを言ってるけど、うんうんうん、私はそれは、うん、なんかそのちょっと違うと思ったと。なぜなら 私はそうならないって話ですよね。そう、なぜなら私は、うん、なんて言うんだろう、そんな気持ちに気づかないというか、それで言えないみたいな感じ。ずるずる5年経ちましたみたいな、うん、そこに目を向けたくない、感情に目を向けたくないみたいな感じっていうのが来ていて、うんうん、なんかそれはそれ、それもそれで、うん、INTP っぽいなと思ったんですね、うんうんうん、心なく別れようっていうのもそうかもしれないし、なんかもう向けたくないからなんかずるずる5年付き合ってますみたいな、だからすっごい初期なら言えるそうな気もするんですよね。なるほどね。まだこう全然そんなに深くなってない、相手の家に あんまりまだ荷物もない、荷物もない、歯ブラシもない、はい、あんまり深くこう深く付き合ってないみたいな。なるほど、うん、っていう
ところで、まあ、タイプなんてあるとか思いながらも、うん、まあ、結局自分を出すんだろうな。やっぱり結局は体調は、うん、INTP さんへのアドバイスで、うん、観察しろですし、観察しろ、僕は僕のなんかちょっとでも上に見られるように、僕の観察しろはあれですけどね、はい、なんか心理学的に観察しろだったんですよ。心理学的にというと、この人は、はい、あの承認欲求の塊だから、自分を見て見てってあるとみんな離れていくよって。あ、ENFP が限らず、人間というのはこう承認欲求を持ってるから、その承認欲求を刺激した方が、モテる人は人の承認欲求をくすぐるのが上手なんだよっていう。あ、俺くすぐったことない、うん、結局自分のことをよく見せようばっかりしてるから、うん、こうあんまりこう相手の心を刺激できてなくてっていうのを聞いてたから、それを出してるって話ですけどね。なるほど、はい、あ、俺出してないや、うん、なるほど。承認をくすぐられた方が気持ちいいじゃないですか。あ、僕は逆に嘘だと思うんですよ。あ、俺がそんないいわけない、うん、でもこう見てみてって、まあ、気持ち悪くはないですけどね好きな人だったらね、うん、